ミスター岡山、岡田優馬です。現在消防士をしております。将来の夢としては日本の男性を魅力的にしたいという思いがあります。そのためにスポーツジムを開いたり、魅力的な自信をつけた男性をもっと増やしていきたいなと思うので、 SNS 活動だったりとかも積極的にやっていきたいと思ってます。そうですね、どんな状況でも自由な発想ができる、ポジティブな発想ができる、なので精神的にダメージを受けることが少なかったり、みんなが下を見てるときに前を見れるポジティブさがあることは僕の強みだと思ってます。今年は僕が取ります。